ハローハローハロー。はい、どうもこんにちは。 EMS バーチャル講師しのびです。今回はですね、前回紹介した8ビートのリズムパターン、あそこにですねクラッシュシンバルとタムを使ってフィルインっていうのをくっつけてちょっと紹介してみようかなと思います。クラッシュシンバルの叩き方、入れ方ですね。この間説明したんですけども、ちょっと番号つけてやると分かりやすいよっていう感じなんですが、クラッシュシンバルは本当に一番最初と、最後しか叩いてません。一番最初の音を、クラッシュシンバルにして、そのまま2番目の音から、ハイハットに右手を移動させます。2ですね、2回目以降は、クラッシュシンバル叩きません。本当に一発目だけです。そしたら今度はフィル、今回叩いたフィルインが、16分音符っていうのを使ってます。最後クラッシュシンバルまで入れるとこんな感じですね。で、基本的にはまず右手からスタートさせます。右手から4発ずつ、スネア、ハイタム、ロータム、フロアタム、最後にキックと一緒にクラッシュシンバルを叩いてます。フィルインはですね、ゆっくりやると右左ずっとこの順番でいきます。こんな要領ですね。最初は、まずクラッシュシンバルを叩くタイミングをしっかりと覚えて、でその後は、真ん中で叩いてたビートパターンをちょっと省略してフィルだけをとにかく練習してみてください。フィルも慣れてきたら今度はビートパターンとフィルをくっつける練習をします。今回やったデモのこのフレーズでいうところの3小節目から4小節目のフィルの流れですね。8ビートのパターンを1回とフィルインを混ぜてクラッシュシンバルまで行く感じです。ここまで行ったら一度全体4小節の単位でクラッシュシンバルから始めて1小節、2小節、3小節、3回ビートパターンを繰り返したら4回目に入るタイミングでフィルを叩いてみるとちょうどよくハマると思います。はい、でここまでできてった方で多分こんな問題にぶち当たる方がいるんじゃないかと思って、フィルが走っちゃう人、フィルが走っちゃう人はですね、ちょっとヒントにしてもらいたいのが、右手で刻んでる8分音符、フィルになっても8分音符の速度変わりません。フィルっていうのが今回16分音符で構成しました。なんで、8分音符の倍の速度で音数は叩かれていくんですが、8分音符刻んだまま間に左手を入れていく感じです。だからもし走っちゃうよっていう人は1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、こんな風に1、2、3、4、5、6、7、8を数えながら速度を変えずに2回ずつ太鼓を移動させてってみてください。これを繰り返してって速度を覚えたら、今度はここに左手を混ぜていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、こんな風に数えながら右手の速度を変えず間に左手を挟んでいくとちょうどいいテンポになると思います。というわけでですね、こんな感じでフィルを混ぜて、あとクラッシュシンバルも混ぜて、8ビートっていうのをちょっと練習してみてください。以上です。さよなら。